こんにちは、エビスダです。今日は悪エビスダですよ。怒ってます。私怒ってますよ。不機嫌です。なんで不機嫌かというとですね、何回も何回もパスワード入力させられるからなんですよ。何を言ってるのかというとですね、こちらです。見てください。これ認証認可の仕組みについて、これ Azure AD の、マイクロソフトの Azure AD のチームの方がやってくれてるウェビナーの話ですね。読んでください、皆さん。これ頻繁な対話型の認証、つまり ID パスワード出せるってことですよね、を要求することは、ユーザーのパスワード入力に対する注意を低下させ、パスワード入力が形骸化することで悪意のあるプロンプトにパスワードを入力するなどのリスクへつながる可能性があります。パスワードなんか見させるのは逆に良くないよと、危ないよって言ってるんですよね。そのため頻繁に対話型の認証を要求するよりも、条件付きアクセスなどによりアクセスする状況に合わせて対応書認証を要求させることや、適切な運用に基づいてトークンの執行を行うことが重要と考えております。これね、マイクロソフトの人だから優しい表現ですけどね、わけもわからず ID パスワード何回も何回も入力させるとかってアホかっていう話ですよ。ありますかね。わからない人が多いんでしょうね。だからわかんないけど、こう何回も認証する、 ID パスワード何回も入力させる、そうしたら安全になるって思ってるんだと思うんですよね。これ逆効果ですからね。逆効果ですよ。ちゃんとアクセスしていい状態なのかどうか、デバイスがちゃんと正しい状態なのかどうかとか、本当に本人なのかどうか、そこをちゃんと確認してアクセスしてるんだったら、それって使えばいいですよね。何か危険があるんだったら、それを取り除こうと、安心させて使おうっていうのはわかるんですけど、それを何回ご飯で自分で考えて、なんか何回バトル入力させたら安全なんじゃないかみたいなですね、そんなことじゃないですよ。他にもありますよね。PPAP とかもそうですよね。これ随分認知されてきましたけど。あとパスワードの定期変更とかですね。BYOD は危ないとかですね。もうほんとそんな話ばっかりですよね。悲しいんですよね。なんかこう、もうちょっとちゃんとセキュリティの専門家が考えて、こういう風にするといいですよっていうことをちゃんと取り入れてやっていきたいですよね。他にもいっぱい話あるんですけど、またおいおい話していきます。とりあえず頻繁にパスワードを入力させるようにポリシーかけるとかっていうのはむしろ悪いですね、ということをですね、声を大にしてお伝えしておきたいなと思います。はい、というわけで愚痴でした。さよなら。